どうも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日も、ウィキドット様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで、今回はどのレベルなのかしら？今回ご紹介するのは、レベル110、エバーラスティングエンド。です。ここはどんなレベルなのか。早速見ていきましょう。私の亡き友、ナサニエル・ルシアに追悼を捧ぐ。MEG 探検局工作員、クレフェンズ、エドモント。まずはレベル110の基本情報です。レベル110こと、永遠の終焉、のサバイバル難易度のクラスはシュバルツシルトです。環境は安全で安心できず、限りない深淵が存在しており、永遠の終わりがあります。あと今回の情報は、ウィキドット、様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。それはよくある探検だったんだ。ナサニエルと私は、レベル78、の宇宙ステーションを探検した。私たちは奇妙な幻想に気づいた。中を覗くと、奇妙な青い光を発している謎の天体が急速に回転しているのが見えた。それが中性子星なのか、ブラックホールなのか、はたまたクエーサーなのかはわからなかった。私たちはそのエアロックを通り抜けて、自分たちが真新しいレベルにいることに気づいた。レベル110の主要構造物は、巨大ブラックホールを取り囲む巨大な人工の環状チューブ型宇宙都市で、直径は約1000英雄と推定されています。それは私たちが知っている自然法則と大きく矛盾するため、それがどのように存在するかを説明できる基地の物理法則は現在ありません。ブラックホールの膠着円盤から放出される光は、不気味な輪光のような青色で、このレベルの主な自然光源です。宇宙都市のいくつかの構造物も薄暗い光を放っていますが、それ以外にレベルには光はありません。地獄のように熱いプラズマからなる膠着円盤は、ブラックホールの周りを回転し、時間が経つにつれてその速度を増していくでしょう。ブラックホールが最終的には全てを飲み込んでしまうかもしれないが、私は待ちきれないんだ。チューブ構造の内径は、約 10km です。構造物全体はいくつかのセクションに分かれており、各セクションの長さは約 50km で、巨大なハッチドアで他のセクションと繋がっています。この長さは構造全体に比べればほとんど無視できるものだが、私のような新参者にとっては度肝を抜かれるような発見だ。このレベルの重力システムは奇妙です。宇宙都市の内壁に近い物体には、地球の重力の約 1.5 倍の垂直方向の力がかかります。チューブ構造の断面の中心に近い物体にかかる力は弱くなり、最終的にはゼロになるようです。遠心力のようなものだが、チューブ壁の回転には気づかなかった。チューブの壁には、高度な文明が残した遺物に似た廃墟のような構造物がいくつか見られます。実際、構造物全体は巨大な遺物です。平均的な人間の身長、1.73 メートル、よりも低い遺物もありますが、チューブの直径を占めるものもあります。ほとんどの構造物は破損していたり、近づけなかったり、非常に危険であったりします。物体やエンティティが近づくと、数千度のプラズマを放出するものもあるようです。異物はランダムに配置されている可能性が高く、私たちの理解では、そこから秩序や意味を見出すことはできない。次に環境ね。酸素が欠如していて、骨まで凍りつくような風に見舞われるなど、自然環境は極めて過酷ね。一般的に宇宙都市内の気温は、マイナス50からマイナス20度程度よ。放浪者は宇宙服のような特殊な装備を身につけなければ、生き残るチャンスはないわ。幸いなことに、私たちはその時たまたま宇宙服を着ていたので、入ってすぐに殺されることはなかった。チューブの壁のある部分には裂け目があって、放浪者たちがそのレベルに長く止まるにつれて、裂け目の数と大きさは増えていくわ。初期の測定によると、破裂は真空外部に繋がっていて、その温度はわずかマイナス 272.95 度となっているわ。破裂とチューブの壁はどちらも見分けがつかないほど濃い青色をしているから、放浪者は探索の際に細心の注意を払う必要があるわね。さらに、放浪者は破裂に近づくと急激な温度低下を感じて、謎の引力に、引っ張られる、ようになり、十分に近づくと巨大な引力に抵抗できず真空に引きずり込まれるわ。この効果が中心のブラックホールと関係しているかどうかは不明よ。私は、もう考えたくない。ナサニエルは私の遥か先を進んでいた。彼を止めたかったのだが、彼は私の言うことを聞いてくれなかった。前に進むにつれ、環境は徐々に冷たくなっていった。何かがおかしいことに気づいた。このレベルに到達したのは誰も初めてのことだったし、何が起こるかわからなかったから、本能的に引き返したいと思った。しかし、ナサニエルを置いていくわけにはいかない。もう一度振り返ると、ナサニエルは消えていた。いくら探してももう見つからない。いや、すべて私のせいだ。彼を止めるべきだった。涙で視界がぼやけた。
周囲が徐々に暗くなり、再び明るくなる。涙が枯れ、気がつくと私はレベル78に戻っていた。エアロックの幻想から、レベル11の通りが見えた。次に全焼基地ね。このレベルに全焼基地はないわ。このレベルについてはこれ以上言及したくない。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル78にある、奇妙な青い光を放つ、謎の天体が見える幻想のあるエアロックを通ると、レベル110に繋がります。ダメだ。レベル57にあるブラックホールのエニノークリップで入ると、わずかな確率でレベル110に入れます。火遊びだ。最後に出口です。戻ることはできますが、パートナーを犠牲にしなければなりません。一対の仮想粒子が事象の地平面上に作成された。互いに消滅するはずだったが、反粒子がブラックホールに飛び込み、パートナーの粒子を逃がしてしまった。イスリンニクからの手紙。親愛なる友よ、私はここにいます。心配しないでください。あなたが去ってから3000兆年が経ち、この場所はようやく無人になりました。今、私は自分の感情を鎮めて、世界のあらゆる物事について考えることができる。いつでも私に会いに来てください。あなたは、事象の地平線に私の永遠の姿を見るでしょう。それが私の最後であり、不滅の生命力です。というわけでレベル110の紹介でした。ブラックホールを中心とした巨大宇宙都市か。退出方法がなかなかにきついわね。相棒を犠牲にしないといけないなんて。そうですね。実はそれに関する記述は後半に存在します。そういえばこの動画前半だったわね。メッセージを送ってきたイスリンニクとは何なのか。ブラックホールとは何なのか。なぜパートナーを犠牲にしなければならないのか。後半をお楽しみに。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、X の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。